まるちゃん、ありそうでなかったあんかけ風焼きそば、お湯入れ2回のとろみとコク、ステップ1、2、3と。なんとかして、なんとかしちゃダメで、3番目にこれやっ、めんどくさい。どっちから開けるのかすらわからん。いっぱい書いてあった。巻いたよ。やっぱり僕はね、野菜を入れる。これやっぱりうちの親父からの伝承、家訓として守っていかないと。親父はね、この野菜入れる前にね、麺を半分捨ててましたからね。どうかと思いますけどね、それも。お湯入らないかもしんないね。入らなかったら、うさぎのね、気分で食べればいいんじゃないですかね。かやー。お湯2回ってことはさ、もう1回。1回。よし。お湯捨てたけど、またお湯入れるんだね。内側の河川の約 170ml まで。わかんないって、これ。内側の線ってどこよ。あんかけ。わからんけど、まあこんなもんだろ。これが、あの、最初の線。こっちが2番目の線。じゃあいいじゃん。適正じゃん。いただきます。とろみ感がなんかないんだけどね。ただただ、スープに使ってる焼きそば。焼きそばっていうか、スープの少ない伸びたラーメン食ってるような感じもしなくもない。ここまで食べてきたけど、とろみはないなぁ。とろみがない。ない。ありそうでなかったけど、やっぱりなかったかもしれない、あんかけ風焼きそば、まるちゃんでした。ごちそうさま。